よし、デモンズタワー登っていくぞ。操作はタップだけだから楽々ちんだろう。でもってゲームモード激ムズか簡単か。じゃあ激ムズ。すいません、やっぱりやり直していいですか。タップで進んで、でライフがゼロになるとゲームオーバーと。で30回まで登りきれば OK。 制限時間ってわけじゃないか。でピョンピョンと、まずは普通にチュートリアルのみたいな感じで、よーし2回まで行けた。こりゃ幸先いいね。進めるんじゃないか。こうやって1マスずつ進んでいってって感じだね。よーし3回まで行けた。もうクリアも目前じゃないか。これあとね、おーっと危ない危ない。でコインを5枚集めるとライフが1回復するらしい。で俺がいきなりハート11、やべ危ない危ない、よしよし。11まであるのは、このゲームを開始した時に広告の動画があったんですけども、それをクリックしたら、あークリックすると、動画を見るとライフがね5多くなった状態でスタートできるっていうね、そういうのがあったんでやってみました。5回。おーで敵に当たるとあのようにライフが下がってしまうと。でこのね可動式の、あーあーあああ、こういうことね可動式のこの柵に当たっちゃうと、これまたやれてしまうと。これさ、あ、やっぱりコインを取りに行った方がいいね。でも罠とかもあるだろうね。ほい、こっち、おっとー、やばいぞ急げ急ぐな、急ぐな。俺はそこまで行けとは言っていない。たかがタップのみ、されどタップのみ。止まってちょっとなんだなんだ、少しかするだけでもあれなんだね。これちょっと微妙な判定。ちょっと止まって、ここで止まれ、ここ大丈夫、よし。あ、やばい止まれとは言ったけども、そこで止まってどうするんだ。ほい、で下行って左、もうどんどん行け。ほいほいほい、どんどん行くよ。7回、まだ行ける、まだ行ける、まだ参る。ここはもう横行っちゃっていいだろう。おっと、上に行こう。よし、コイン。で、おそらくこっち側に階段があるんじゃねえか。階段、よしよし、階段好き。8回。これはコイン取っていいものか。もう、急いでこっち行って、ピロン、あれコイン取れてない。まずコイン取ろう。はい、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 ナイス、ゲニゲバとか言いそうになった。しかも違うな、ゲニゼバって言おうとしたぞさっき。あ、近い。ちょっと隙間が難しいですね。ああ、ちょっとかすってね、今当たってないよ。ちょっと、野球だったらね、今当たったよってね、すごくアピールするところですけども、逆にアピールしたくないところだって今。はいはいはい、当たってない。9回。まずいな。で、ここで、よし、こっち、まず上行こう。で、これで、どこ開く？あれか、戻る際に必要になると。でもう一回、ここは踏んで、あれ？もう一回しっかり踏んで、はい、こっち行こうね。あー、なるほど。あれ？しまった、2つの意味でしまったぞ。あ、大丈夫か。てっきり最初に押したやつで、急いでこっちも行かないとダメかなと思ったけども、でもそういうとこも出てきそうだね。10回走。これはもうこっち向きで、あ、コイン、あー、だから止まったら2頭追って1頭も得てない。ほいほい、ライフプラス1、急げー。ちょもっと行き過ぎ。ほい、11回、11。あれ？出てくる？どっちに来るか、あいつ。ほら、そっち行きな。おとなしくしてな。お前もっとおとなしくして。で、ここで止まって。はい。どんどん、下。カーン！柱め。叩き潰すわ、柱。なんかちょっとそういう、なんか土木作業して進もう。ダメですか。よし。ここで
ほい、どんどん下、こっちこっちこっち、よしよし。あ、しかもこっちか。階段はヒューっていったらこっち、ポーンで下下下下下。ふう、赤いやつ怖いな、あの火の玉ボーイ。こう来てこう来てこう連打しちゃいけねえな。ほい、コインは、お、こっちか。どっちだ、下は進めるところあるね。多分こっちじゃないかな。危なそうな道がゴール。確かに13階。これはこれはまず上行っちゃおう。よし、ここ安全、あ、安全じゃない、安全じゃない、安全じゃない。まあよし、ゆっくりしてるからこいつをストーキングしつつこっちに行き、よし、どんどん下に、一気に下に行っちゃおう。だんだん慣れてきたぞ。ほいほいほい、こっち、よーし、一気に下に行く。あ、危ない危ない、青いやつが、あー、さまよえる青い弾丸が。くそー、残りライフ、うわ、3しかない。もうちょっと行きたい。まだまだ参る、俺きっとまだ参る。でこう行って、あ、行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ、ダメダメ、行き過ぎダメ絶対。ほい、でちょっと上上上段、うわー、それ間に合わんか。激ムズモードまずいな。よし、ほい、行きな、お行きなさい。うおー、あー、間に合わない。あったー、旬して、ほいはいはい、今が旬ですよ。はあ、そこ渡るんだ。判定広いな。うー、ラストチャンスかこれが。しょしょしょ、ほい、まず下まで行って、やっぱこれまず上行った方がいいよね。ほいほい、おーし、下がれ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 、よし、曲がれ、曲がったぜ、曲がれ、よし、ほいほいほい、あー、13回、魔の13回クリア。やっぱ13は不吉だからね。あー、14も不吉。まず下行って、こっち、こっちに退避。危ない、そこは食らう。下。よーし、お金。あー、もう1枚でライフ1回復する。おーっと、そこのクロスは危ないですよ。で、こっち行っちゃっていいか。よしよし、階段。グルーンしてるけども。見極めた。15回折り返し地点。お、何この、え、なんだここは、エデンか。うひょひょーい、うひょひょー、やったー、お金だ。あー、ここに暮らそう。もうしばらくここで暮らそうよ。やったー、ハートがこんなに回復。ありがてー、ありがてー。うますぎる。うまくはないか、そんなビールみたいに扱っちゃダメだ。ふっ、ほい。で、まずこの右の間のとこに、ほい、ここ、ここない日。で、ぐるんぐるんしてるけども、どこ行こうかな。この右の隙間だと、もう下にどんどん行こう。うん、欲張りすぎたか。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、死ぬ。あ、だめだめ、来ないで、こっち来ないで。だめだよ。来すぎ、こっち。そんなに。そんなに俺とあいつめ、そんな恋する火の玉だったか。そんなことは、危なこと言ってないで、ほい、どんどん下行って、ここで止まり、で次のこっちの柱の陰でここで止まる。ちょっと危ない、ここら辺でシューンで、あ、やべ、緑のやつこっち、あ、危ない、もう今行け。よしよし、ちょい、お、行き過ぎ。よし、これでか、階段と、ああ、そうか、右下か、こっからの。そこら辺に階段用意しておいてくれよ。ああ、一マップに一つじゃなくてもいいよ。一マップに8個ぐらい階段置いてもいいよ。うわ、激ムズモード、なかなか、いや、違うな。最初、慣れるまで、慣れたら、もうちょい行けてたはずだから、いや、もうね、終わったかのような発言はいけない。こっから俺は巻き返す。まだまだ、まだいけるぜ。まだ俺はこの長い長いダンジョンタワーを
登り始めたばかりだからよ。やべ、それみかんフラグだ。ほっ、でここら辺までは OK で、結局上経由しないとダメだな。ビヨーンで、ビヨーン来てここにして、でこの青いのが左行った隙に下る。よーし、17、17、いいですね。あっぶない。さっき緑色が通ってたね。あれがあそこ塞いじゃうとなると、あ、やべやべやべ、とりあえず、あーい。結構危ない危なっかしいことしてんな。ピロン。で、ここまでは行って大丈夫。で、一気に左行けるか。止まれ。ちょっと怖いですね。あ、やべ、ここはダメ、来ないでー。あの緑豆、あ、お、コンティニューできます？する。はあ、最後の灯火。しかしろうそくは最後これコンティニューは何回でもできるのかな。ただしライフ1のまま。あ、コンティニューする、する。やけになるな、クール、ビークール。よー、止まれ。どう行くか。ここで隙間あるか。ダメだね。ここちょっと危ない。余裕を持って回避。ここは大丈夫でしょ。で、上側、ちょっと上側の道見てみるか。あぶねえ。ここピンクが来るから行ってから、ふう、これで青いのを避けられるスペースだね。はーい、どこを見てるんだね。これで久々の、おっと、じゃあ俺は右を選ぶぜ。やった、お金買っちょ。でここが開くと、次はじゃあ左行く。あ、ちょっと早く早く、早めに行って、早めの。ダメか、これで。うわ、危ない危ない、柵に刺さる刺さる。地が悪化しますよ。ほいほい。で課長して、とりあえずお金は取る。余裕を持ってもう一回踏みまして、右に行きまして、そろそろ火の玉が来てたかな。おお、一気に右に、もう違う、逃げ切った。ふう、トムとジェリーの追いかけっこさながら、だいぶあいつとの追いかけっこも精が出てきたな。18回、19回、最後の10台。おっとっとっと最後の10台すぐ終わってしまった。私、あー、もう10台は履かないんだから。もうガラスの10台ですよ。お、よしよしよし、ここまで。この隙間通ろう、通れる。意外と話の分かるやつだな。分からないやつだった。ちょっと緑行って、で赤が行ってから、これはまず上の方に行き、コインだけ取るか。よし、あー、ダメだ、もっと下の方からだな。緑が行ってから、あー、ダメか。ここは緑すり抜ける隙間ここにはないか。ちょい上の方まで行きますよ。ここら辺からまずここで結局赤をくぐり抜けないと、あー、ダメだな。どこだアンチは。ここ行くでしょう。あ、ちょっと流行ったか。まあ、ない、大丈夫。ここはまだ安全。しかしこのまま青抜けて左上は行けないよね。ほらね、やっぱ下から行かないといけないから、下から行くためにまず緑にやられちゃいけませんよね。うまくタイミング見計らって下
行きたいんだけどな。あー、行けるかこの下からの強行。グイン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 、シューン、無理ですね。で、あ、やっぱここはまずとりあえず上に行く。上に行き、うおー、間に合わないでしょう。この柱のシュンシュン、うーん、どこだ。せめて20階くらいまでは行きたいぞ。うおー、ダメだ、違うゲーム開かないで。俺は今このゲームダンジョンタワーじゃねえ、デーモンタワーと向き合ってるんだから。何か根本的に何か間違えてるか。危ない、ここ燃えない、大丈夫。ここで青いの避けて下行くとかもできないよね。やっぱこの2個の火の玉をどうにかしなくちゃいけないんだけど、無理ー、間に合わない。今んとこで緑がいない隙にちょっと右側の柱に入ってってことかな。緑の動きも見とかないとな。てか見えないこの位置からじゃ。少しでも余裕を。あれ、間に合わない。あれかな、左下の赤を行かせてから途中で止まってここは死にます。ここはまあ余裕で間に合う。シューンとで赤い炎が行って、ここでこいつを行かせてから。無理でしょう今ので。緑を避ける、緑避けられるかこれ。そもそもここでいけるか、もしかして。なるほど、そんな簡単な方法だったのか。回りくどいことをしてたなでこの赤いのをちゃんと見てなくちゃいけない。緑がいって、もう一回赤に行かせる。よーし、お金をゲットしつつ、ここで焦るな焦るな彼。青いのをちゃんと行かせてから、はい、行ったね。よーし、いい子だ。よーし、20回、洗礼、20回の洗礼来ちゃった。赤が行ってから、ここ真ん中、ここら辺アンチでしょ。ほい、ジュン、ちょっとかすってんよ。一旦左下に退避で、ピンクが行ったらコインを回収。ほいほい、赤が行ったら一気に、おっと危なかった、ピンクック、あ、やばいやばい、これ緑来ますね。緑どこまで来る、緑もう一回来たら、でこの火がまたふおーんって行ったあたりで、このこっち側に退避で、火がふわーんっていったら思いっきり上に行くで、左ー、よーし、じゃあ行けるとこまで、次やられたところまで。よーし、お金、こっちで、違うんだ止まろうとしたんだけども止まれなかった。とりあえず目標の20回はクリアできた。いやでも激ムズの方でここまでできたんで悲しい。とりあえずはいい結果じゃないなだってコンティニューしまくったからね。よく見てみるとこの冒険者さん可愛いですね今頃気づいた、今頃自分自身の姿を見つめることができた。そんな自分のことを再確認できる、自分探しの旅ができるデーモンタワーデーモンズタワー、まあできるかどうかは個人差がありますけども、よかったら皆さんもやってみたらいかがでしょうか。
デーモンズタワー、朝昼間にデーモンズタワー、3日連続デーモンズタワーごめん3日連続はやらないかもしれない俺も。あ、でちなみに iOS 版やってます。 Android 版もあるらしいんで、そちらの方もプレイできると思います。ご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくれた方、この動画の続きが気になる方、動画の更新情報など最新情報をチェックしたい方は、こちらの吹き出しをクリックしてチャンネル登録をよろしくお願いします。携帯スマートフォンの方は動画の説明文の一番上にある URL をクリックしてください。ミーのチャンネルを登録してくれたにゃー。